毎年20万人が利用する人気口コミサイト就活会議。3分でできる自己分析ツールやプレゼントは下の概要欄の LINE 公式アカウントからぜひお願いします。こんにちは、就活会議 MC の道岡桃子です。今回は以前メルカリに勤務されていた川本さんに1日のスケジュールを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはじめに自己紹介をお願いいたします。川本浩志と申します。1997年に、明治大学文学部を卒業しまして、富士システムズという受託開発の会社に入りました。2000年からヤフーの方に転職しまして、ヤフーで約10年ちょっとですね、インフラを中心にしていろんな開発系をやっておりまして、2010年からグリーという会社に転職しました。でグリーではソーシャルゲーム向けなんですけども、大規模インフラの構築運用なんかをやっておりました。2012年からマーベラスというですね、ゲームとかエンタメをやっている会社で、どちらかというとですね、管理職メインの仕事をやっておりました。2018年から、メルカリに転職しまして、現在はですね、フィンテックのスタートアップでエンジニアリングマネージャーをやっております。今回はメルカリの1日ということで、まず朝は何時頃に起きていたか教えていただけますか？だいたい7時ぐらいに起床して、子供たちと食事をして、10時に着くような感じで、まあ、9時過ぎぐらいに、家を出るっていうような感じの生活をしておりました。メルカリはフレックス制度を導入されていますか？はい、メルカリはフレックス制でした。コアタイムとかもあるんですかね？そうですね、コアタイムはあったと思います。なるほど。10時に出社してから、その後はどういった業務になるんでしょうか？基本的には自分で立てたスケジュールに沿ってやっていくっていう形なんですけども、私の場合ですね、英語があまりにもできないので、かつまあそれはこうメルカリには致命的なので、基本あの10時から最初の30分を英語の勉強に充てるっていうカレンダーを取っていてですね、 DMMA 会話の予約が取れたらこう30分英語をやって、それから自分の業務に入るみたいなスタンスをやっておりました。その DMMA 会話は社内の制度として用意されているんでしょうか？はい、会社としてマンツーマンで英語の先生をつけてもらって、かつその人に合わせた学習プランっていうのも立ててもらったりとかするんですけど、それと別で福利厚生の一環として DMMA 会話もしくは無料で使える英会話の学習支援っていうのがあったので、なんか私はとりあえずその無料の方のやつで、とりあえず自分のスケジュール合わせてとりあえず組むっていうのを一旦やってました。なるほど。そのマンツーマンレッスンの方も無料ですか？そうですね、そこに関して言うと会社の優先度が高いところから順次こうやっていくってあれだったので、私はちょっとまあそこ順番来るまではとりあえず自分でやれるやつをやっとこうっていう感じでやってました。というと社内では結構英語は使われるんでしょうか？そうですね、私のいた当時ですらエンジニアのドキュメントは英語が必須で、日本語も必要であれば書くみたいな感じなんで、日本語のドキュメントだけっていうのはなかったんですね。当時私がいた時ではもう3割は外国籍のエンジニア で、最初の頃は日常会話ぐらいはできるのがフィルターになってた気はするんですけど、もう途中から本当に日本語は全く喋れませんみたいなエンジニアも採用していたので、全部日本人じゃないミーティングに関しては基本英語でやるみたいなスタンスでした。単純に外国人のエンジニアの方とのコミュニケーションだけではなくって、文書とかドキュメントも英語で書かないといけないということですか？そうですね、メルカリの時間で結構多くを割いてしまったっていうところは、やっぱりいろんなもののファシリテートとかもやっていたので、同じものを英語と日本語両方用意しなければいけないっていうところで、単純に倍じゃないんですよね。特に私の英語能力から考えると、そこでこう多分他の人より時間を取ってしまっていたっていうところがあります。ということはリーディング、ライティング、スピーキング、リスニングが全部必要っていうことですよね？そうですね、ちょっと補足しますと、通訳であったりとかドキュメントも翻訳するチームがあるので、ちゃんとそこの人と定期的にこのミーティングだけは誰かいつもお願いしますねみたいなのの レゴをしておけば、ミーティングとかにはそういう方を入れてできるので、全く英語ダメでもやっていけない会社ではないですっていうところ。専門のチームがあるんですね。はい、ありがとうございます。その英語を勉強した後、10時半からはどういった業務になりますか？
基本的には自分のやることをベースで、今週これを全部終わらせるんで今日はこれぐらいやっていくみたいなところをベースでやってはいくんですけども、私の業務としてはエンジニアの広報支援で人物金を全部こううまく回すっていうところがまあメインミッションだったので、割とですね、打ち合わせのファシリテートとかが多かったりとか、そうすると1日のうち何回かはこうコマで打ち合わせが入っていて、その間にその打ち合わせの準備をしたりとか、まあ、あとお金に関して言うとエンジニアが使うお金周りは全部私契約をやっていたので、その辺の処理をガーッとやっていたりとかっていうところが午前中から手をつけ出すみたいな感じになってます。なるほど。前回の動画でエンジニアファーストの会社というふうにお伺いしたんですが、予算の割り当て具合とかも他の会社とは違いますか？そうですね、お金に関しては最初の頃とかはちゃんとできてなかったんですけど、厳しくされてなかったのもあって、逆言うと何でも使いたいものを使ってた感もあるんですよね。使うなって意味ではなくて、必要なものは適正に使いましょうみたいなところはあって、その辺の整備を私はやっていたんですけど、ただエンジニアがやっぱりこう使いたい費用に関してはちゃんとそのプロセスはもちろん通るようにしたものの、基本的にはだいたい使えるっていう形だったので、費用を削るためにエンジニアの何かを制限するっていうことはあまりなかったかなという印象ですね。ありがとうございます。前回お昼にシャッフルランチですとか他の部署の方とも食べるっていうふうにお伺いしたんですが、ランチは基本皆さんと食べるイメージですか？そうですね、お昼過ぎぐらいに予定が詰まってる時だけはお昼ずないでこう弁当を買ってきて席で食べてみたいなのは割とありましたけど、ただ英語のコミュニケーションを向上させる目的のランチとか、そのシャッフルランチとか、そういうのがだいたいいくつもにこう参加してる、だいたい週2回ぐらいはだいたいそういう形でこう他のメンバーと一緒に食べに行っているので、そんな感じの雰囲気ですね。すごい素敵ですね。ランチの後も基本的には打ち合わせとかのイメージですか？そうですね、基本打ち合わせ午後の方が多かったので、打ち合わせと打ち合わせの準備とあって、それと別でベースで毎月やってるような打ちマークをやってるみたいなイメージですか？打ち合わせは基本社内での調整が多いんですかね？そうですね、私はその GCP とか AWS とかインフラ周りとかの契約とかその辺はやっていたので、私に限って言うと外部との打ち合わせは結構やってはいたんですけど、エンジニア職はもうかなりこの開発に専念できる環境っていうことで、エンジニアが外部と打ち合わせするケースはあまりなかったかなと思います。では川本さんは社内でのエンジニアの予算とかの調整やミーティングをやりつつ、社外との取り決めも行っていたということですか？そうですね。なるほど、社外との窓口にもなっていたということですかね？はい。ありがとうございます。だいたい何時頃まで働いていらっしゃったんでしょうか？メルカリは7時ぐらいですかね、10時19時ぐらいな感じですかね。ただ午前中とかに打ち合わせがあるんだけど、その資料が朝できてない時なんかは夕方から夜にかけてやるか、もしくはもう持ち帰って家でわーっと朝のうちにやってしまって、午前中の打ち合わせに間に合わせるみたいな感じのことをやってました。じゃあ家で仕事がやることも許されていたっていうことですか？あ、そうですね。結構業務時間っていうのは職種によっても違いますか？そうですね、ただ私はそうやって持ち帰ってやった分、こう自分のプライベートの時間をちょっとそこに当てたっていうのはあるものの、グリーンに比べるとメルカリの方が時間の自由度が高かったという印象ですね。それは会社の制度というよりかはご自身の業務内容の違いによってですかね？そうですね、会社の制度としてはどっちも縛ってはいなかったので、業務内容によるところが多いかなと思います。逆に言うとメルカリで遅くまで仕事をすることもできるんでしょうか？そうですね、できますね。なるほど。いや、19時にお仕事が終わって20時前後に自宅に戻られてからはもうご家族とのお時間ですか？そうですね、メルカリは基本そんな感じでした。例えばその後に家で英語の勉強をしたり開発の勉強をしたりっていうのもありましたか？そうですね、やろうと思うとできますね。メルカリで働くのが合うなと思う学生の特徴を教えていただけますでしょうか？
メルカリってやっぱりその自由度が高いのも含めて自分で計画して自分で動いていくっていうところが必要な会社かなと思っていますと。なのであんまりそういう会社が今時あるのか分かんないんですけども、管理職がマイクロマネジメントして何々君これやったこれやったこれで終わってるみたいな人よりは自分でこう考えて次々とこう動いていけるタイプの方の方が向いてるかなと思います。ということで今回は以前メルカリに勤務されていた川本さんに一日のスケジュールを詳しく伺いました。動画が良ければぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。就活会議の LINE アカウントに登録して3分間で自己分析にチャレンジ、自分の性格、向いてる職種、選考対策をぜひチェックしてみてください。プレゼントも定期的に配信しています。ご視聴いただきありがとうございました。